めにもこだわりはあるんですか？ちょっと薄めにはしてるんです。挨拶もなしかやな、礼儀のないタクシーやな。実験者一夫や安藤広重も泊まった300年以上続くお宿、かつて旅人たちも味わった伝統料理をいただきます。諏訪湖の赤崎、私が来てみたかったところです。岡谷の初めてですか？初めてです。はい、以前友人からシルクのナイトキャップをもらったんですけど、はい、本日も自転車の逆走一発目です。梅雨が明けたというのにね、なんか毎日変な天気ですね。梅雨の時よりいっぱいいっぱい降りますよ。明治時代から昭和にかけて日本一の生糸の産地だったそうです。どんなお写真なんですか？これです。はい、見てください。えこれが岡谷の製糸工場の姿なんです。最盛期には日本の輸出生糸のおよそ4割をここで生産していました。そのため岡谷の人口の半数は王女だったそうです。ちょっと驚きました。そう、はい、王女たちが住み込みで働いていたことで今や信州名物となったあるものが生まれたそうです。そうです。朝昼晩食べますね、はい、味噌汁は必ずそうです。食事用の味噌を使う、はい、大変量です。ですから製糸工場の味噌工場があるんです。同じ建物、そう、同じ建物。
紛らわしいんだから渡るんか渡れへんかっていうのね、見分けつかないですよね。まあ後続車がねあまり接近してなかったんで止まりましたけど、難しいですね。安全運転っていうのはなかなか難しい。ここはねダンプの基地ですね。いっぱいダンプ止まってますよ。今日はお休みですかね。職場の方ではどうですかね、コロナね影響ないでしょうか。人流のね抑制しないからどん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 増えてきますよこれからね。どうなんでしょうね、判断基準がね、経済優先経済優先って言ってね、人の命がだん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 削られていくね、残ったものの仕事はきつくなる、難しい世の中ですね。いつね自分がコロナにかかっちゃうかわからない状態ですからね。パン屋さんお休みですかね、閉まってますね。逆向きに止めちゃって営業なんだ、もう叶いませんわ。お、自転車後方確認してからの進路変更、何を見てはるんですかね。危ないですね。フジパンのパン屋さんの、ね、トラックですね、パンの配送ですね。後ろからのエールブランドが接近してますね。何ですかそれは。
ゲタスケート。ゲタスケート。ゲタスケートなんですけど、昔諏訪湖が凍るとみんな諏訪湖をこれで行くと、結構ご当地古材って呼んでるんですけど、養蚕グッズで、これにこう竹を刺してお蚕さんを買うのに使っていた。東さんは古材を再利用したリフォームを全国各地で行っているそうです。こういうことを始めようと思ったきっかけは、空いてますね。車も空いてますよ。外はね、セミがギャンギャン鳴いてます。